る一歩踏み出す勇気というのが重要だと思ってたんで、それをずっと常に決めてました。そしてダイレクトリマッチとして戦ったサエンドウというファイター、改めてどんなファイターでしたか？やはり友人です。初めてできた友人だって彼も言ってくれますし、僕もそう思っています。はい、そしてこれは高校の恩師が言ってたことですけど、ボクシングで試合に勝つってことは相手を踏みにじって、その上でに自分が立つということだ。だから勝つ人間は責任が伴うんだっていうふうに言ってました。だから彼の分の責任を伴ってこれからも戦いたいと思います。